良い天気ですな。これは、おお信行、貴様も来ておったのか。これは皆々様お揃いで。うむ、都は江戸に移ったとはいえ、大阪が重要な拠点であることは変わらないからな。私も景勝様のお供をして参上した次第。そうか。ところで信行、妙な噂があるが、貴様は承知しておるか。噂？よせ正宗。こやつは当事者じゃ。知らぬ間にはめられるよりはよほどよかろう。一体何の話だ。関ヶ原の檻のことよ。秀忠様率いる4万の軍勢を真田が上田に釘付けにしよった。これはまた懐かしい話だな。それが今さら何の。あっぱれな真田の戦ぶりと世間では褒めそやされているが、秀忠様がわざと手を抜いていたという噂がある。お父上への逆進があったとまでな。バカバカしい。さような噂、大逆の。まだあるぞ。真田が取り潰しにならんのは、その秘密を共有しているからだとな。聞くに堪えん。まったく、真田存続はひとえに信行殿の功ゆえに。天下の伊達政宗公がさようなくだらぬ噂を真に受けるとは。なんじゃと。ことは真田への忠誠で済む話ではない。秀忠様のお立場が危うくなる。そういう話に持っていきたがる輩がいるということか。それを言いたかったのよ。この太平がつまらぬ噂で崩されてたまるものか。お前が秀忠様と懇意なのは事実。気をつけておけ。気にすることはないぞ、信行殿。信行殿の疑心、疑う方がどうかしている。ありがとう、兼継殿。上杉の知性はいかがか。努力あるのみ。楽とは到底言えぬが、家中一同力を合わせて尽くしておる。心配無用。そうか。大阪に来ると雪村を思い出す。景勝殿。さようですな、景勝様。雪村の勇姿、この目に焼き付いて離れませぬ。信行殿、あなたにも見せたかったが、いや、やはり困るな。我らが古典版にやられる姿など。まさに日の本一の強者。恐れ入ります。弟も喜びましょう。は？鹿児島。Good day. Well, there's a flat there. You could possibly buy a flat somewhere to.Somewhere in Kyushu, but that's often really difficult to tell. There have been rumors about it, but it's really hard to at least say a confirm. Huh? Hidetara-sama. Ah.久しいな、信行。ご無沙汰してしまい申し訳ございません。少し顔色が優れぬご様子。将軍などなるものではない。つまらぬ気苦労ばかりで何の役得もない。そういえば信行、知っておるか。こんなわらべ歌が流行っておるの。花のようなる秀頼様を
鬼のようなるサラダが連れて。はい、何度か耳にしたことは。しかしまさか秀忠様まで。雪村の人気は大したものだ。これではどちらが勝ったやらわからぬ。だがそれも無理からぬこと。あの槍を受けた衝撃は今でも忘れられぬ。まさに日の本一の強者。お主の弟は大した男であったよ。ありがとうございます。されど秀忠様、そのような昔話をされるために私をお召しになったのではありますまい。やはり上田攻めの噂が元だ。ご心痛なのではありませんか。自業自得よ。こうなれば潔くなりません。どれだけ引き際がよかろうと、この噂を認めてしまえば徳川の屋台骨が揺らぎます。ようやく訪れた太平を崩すようなこと、断じてあってはなりません。雪村のためにも。ならばどうせよというのだ。真田へのご恩情がこたびの流言の原因。ならば真田に厳しく当たられればよいのです。上様はやはり上田の恨みを忘れておられぬと。待て、天保などが妥当でしょう。因縁の上田を召し上げたとあれば。待てと言っている。太平のためでございます。私は父上に何一つ及ばぬが、たった一つだけ自慢できることがある。それは友を得たことだ。そのただ一つの誇りさえ捨てねばならぬか。太平とはそれほどのものか。もったいないお言葉。それだけで信行は十分報われております。父上がいかに重いものを背負っていたか、ようやく分かったような気がする。秀忠様、私も激怒したふりをしてみせ、天下を欺きましょう。私とてそれぐらいの芝居はできます。私は真田昌幸の息子ですから。互いに難儀な父を持ったものだ。まことに。真田信幸、上田を召し上げ松代への天保を申し渡す。それは慎んで受けたまわります。やはり寂しいですね。そうだな。花のようなる秀頼様を、鬼のようなる真田が連れて。引き物いたよ鹿児島へ。信行様、この声は。あ、信行様。あ、え、ザバあれ、お前じゃあな雪村。おい、わさって雪村。
I seeing in Lucius now? Am I daydreaming or something? What? It's not the coin, so I guess you must have been dreaming. What the fudge? That was a weird one. Well then. It's bananas. And Koi, what were you thinking right there when making that bomb? Abolish. Sheesh!